医学薬学部所属博士2年の貝塚優太と申します。私は放射線を使ったがんの治療薬を開発しています。具体的には最近ではがんに対して高い治療効果を示すことが報告されていますアルファ線を放出する各種を標識した薬剤を開発しています。若手支援基金として20万円の研究費をご支援いただきました。現に必要な試薬や器具を購入し研究を順調に進めることができました。また寄付金の一部を使い国際学会で口頭発表を行いました。参加した国際学会では発表後にフラウの研究者の方からいろいろな質問をいただき反響がありました。ご支援いただいた研究成果を世界に向けてアピールできたと思います。卒業後は特許事務所に所属しバイオ系スタートアップの資材の権利化に努めたいと考えています。資材支援を通じて国内産業特にバイオ領域の活性化や、革新的なイノベーションの創出に貢献していきます。国際学会での発表は私にとって忘れられないものになりました。ありがとうございました。これからもがんに苦しむ患者様を救う薬剤をできるだけ早く社会に実装することを目標に研究を続けてまいりたいと思います。